バレンタインでチョコレートを贈るっていうですね、その戦略、裏側を知ることによってですね、どうやってビジネスって作っていくんだとか、女性にもあげるようになったら売り上げ倍になるわけ。どうも、コンサルチャンネル横山直です。今日はですね、渋谷のオフィスからお届けをさせていただいてるんですが、今回はバレンタイン戦略っていうことをですね、マーケティング目線で分析しましょうというところで、そのバレンタインのですね、マーケティングの裏側ということで、お話をしたいなと思います。で、今日はまさにバレンタインデーだと思いますが、チョコはもらいましたでしょうか。僕は、LINE でエアチョコっていう謎のチョコが送られてきましたけど、それ以外は今のところもらってないので、この後たくさんもらえるかなと楽しみにしながらお話をしたいなと思います。で、今回ですね、そのバレンタインをじゃあマーケティングから学ぶことによってですね、でなんでバレンタインでそのチョコを送るようになったのかとかですね、あとはまあそのイベントでどういうふうにまあビジネスを作っていくとか売り上げ上げていくとかですね、そのマーケティング的に売り上げを上げていく、まあ、そういったところのですね、学ぶことができますので、ぜひですね、最後まで見ていただければと思います。ではですね、今回のそのバレンタインからマーケティングを学ぶことによってですね、すごくそのビジネスっていうのがどうやればうまくいくかっていうのを学ぶことができます。すごくこのバレンタインでチョコレートを贈るっていうですね、その戦略が、どうなってるかっていうその裏側を知ることによってですね、あ、そうやってビジネスって作っていくんだとか、そうやって売り上げ上げればいいんだっていうのが分かるようになりますんで、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。実際僕もですね、バレンタインも利用することもありますし、他にいろいろ年末年始とか、あとはまあいろんな新入社員の4月になんかイベントのタイミングでですね、マーケティング仕掛けたりとか、とにかくそのタイミングとかイベントっていうのをかなり利用してマーケティングをやって売り上げを上げてきてます。毎年ですね、1月にはですね、そういうマーケティングをまあイベント意識してキャンペーンをやることによって、毎年1月にはですね、1億円以上の売り上げを上げるというようなこともやっていますんで、ぜひですね、そういったイベントを活用するそのマーケティング戦略っていうのを学んでいただければなと思います。ではですね、そのバレンタインであったりとか、そういうイベントをどう活用していけばビジネスを作ることができるか、マーケティングを作ることができるかということですね、話をしたいなと思います。で、2月14日っていうのはもともとですね、欧米 の、そのバレンタインデーというところがあったわけなんですが、欧米諸国ではですね、その恋人とか家族に対して、プレゼントとかですね、お花を贈るっていうのがもともとだったわけですね。実際僕が住んでるマレーシアでもですね、男性が女性に お花買っていくみたいなところで、街中でですね、赤いカーネーションかな、バラかな、なんかそれを売っていて、それを買って帰ってでプレゼントするっていうのが、マレーシアでも行われています。で、日本だとなんでですね、その女性が男性にチョコレートを渡すという習慣になってるかっていうところになっていくんですが、これがマーケティングというところですね。日本ではなんで女性から男性に対してチョコレートをプレゼントするようになったかというところですが、これは諸説あるんですが、一つはですね、1958年にメリーチョコレートカンパニーがですね、伊勢丹で行ったという、そのバレンタインのセールから広まったというのが一つあります、説としてですね。で、他にもですね、モロゾフであったりとか森永製菓とかがですね、そのバレンタインデーは愛する人にチョコレートを贈るっていうようなキャンペーンをやってですね、それでチョコレート、バレンタインだったら女性から男性にチョコレートを送るんだっていうのが日本の中で定着したということが言われてます。で、そうやってですね、チョコレート業界がみんなでですね、もう大々的にですね、もうバレンタインはチョコレートっていう、そういったイメージを定着させることによって、もう今ではですね、そのバレンタインといえばチョコレートみたいなところで、みんなですね、売り上げを上げるということになってるんですけど、じゃあもともとはその愛する人に対してですね、女性から男性にですね、チョコレートを送るっていうところだったんですが、それ今でいう本命チョコみたいなやつですね。でも実際データを取ってみると、本命チョコを送るっていう人はですね、全体の 15% ぐらいしか今はいないと言われてるんですね。じゃあそうすると 15% しかいないので、なかなか売り上げ上がらないというところで、次にじゃあ何が出てくるかっていうと、ギリチョコっていうやつが出てくるんですね。もうギリであげますというところですね。ブラックサンダーってお菓子はですね、本命チョコじゃなくてギリチョコと、めちゃ分かりやすいギリチョコっていうので、ブラックサンダーは売り出したわけですね。でもブラックサンダー本命チョコであげる人はいないんで、ギリチョコとして超分かりやすいんで、これはギリチョコにどうですかっていうように言っていったわけです。で、これはギリチョコがこれで売れると。バレンタインデーとかイベントですごく重要なのは、意味合いをつけるっていうことですね。絶対なんかそのチョコレート、バレンタインだからチョコレートみたいな、その意味付けをつけるっていうことをですね、理由付けさえしてしまえば、もう皆さんそれを提供していくわけですね。その本命チョコをあげるっていうのが、もともと愛する人からチョコレートを渡しましょうだったわけなんですけど、それだと売り上げがあんまり上がらないと。そうしたらもう女性全体が男性みんなにチョコあげましょうっていう風潮にしてたんですね。
でそれでギリチョコが出てきたと。でギリチョコ出てくるとその家族チョコと呼ばれる家族にチョコレートあげようということですね。でこれまあもともと欧米でやられてるような家族チョコみたいなやつが出てきて、あと友チョコっていうも謎のものが出てきてですね、あの女性にあげるってやつですね。で男性だけにあげてると、まあ、売り上げ半分じゃないですか。でそれが女性にもあげるようになったら売り上げ倍になるわけですね。ですからそういったところで友チョコっていう女性同士の、女性にもあげていいんだよみたいな話になってったわけですね。であとは世話チョコっていう、まあ、義理チョコに、いやお世話になった人にチョコあげましょうと。義理チョコっていうとその義理でしょうがなくあげてるみたいな感じになるんですけど、例えば部長とかなんか一緒に働いてる人にお世話になりましたって世話チョコあげようみたいな話になっていくわけですね。であとはもう最終的にはですね、自分チョコっていう、もうこれ完全に謎のですけど、もう自分のためにチョコ買うみたいな、そういう自分チョコ、自分のためにプレゼントしましょうみたいなやつですね。でこの疲れた自分にプレゼントみたいなやつで自分チョコで、実はこの自分チョコとか家族チョコを買う人が今めちゃめちゃ多いわけです。だから本命チョコだけでやると全体の 15% ぐらいの人しか買わないって話になってるんですけど、家族チョコは 50% ぐらいの人が買って帰るって話になってるんですね。でそうすると家族チョコがあると、もう結婚してる主婦の人とかですね、お母さんとかで、そういう人たちもチョコレートを買うようになっていくわけで、もう皆さんがチョコレートを買ってくれるという、そういうイベントにしていったわけです。ですから何か理由付けをして名前をつけてですね、こういう人にもこういうふうにあげていくんだよみたいな習慣にしていくと売り上げって上がるわけですね。ですからそういった理由付けを作っていくっていうのがめちゃめちゃ重要で、実はそのバレンタインのチョコっていうのはそうやってどんどん広がっていってですね、でその女性だけではなくて今もう男性をターゲットにしててですね、逆チョコっていうもう謎のチョコレートが出てきて、もう逆チョコになると男性から女性へあげるってあったりとかですね、あとは強敵チョコっていう、もうライバルチョコなのかな、そういったものが出てきてですね、これは男性同士であげるってもう全員をターゲットにし始めてるわけですけど、多分この最後の男性から女性っていうのはいまいち多分響いてないところはありますけど、ただそういうやっぱりいろいろ仕掛けることによって、そういうイベントを作ることによって買ってもらうっていうことをやっていく、まあ、購買の理由を作っていくってことですね。でその後さらにですね、もっと売り上げを上げることができないかっていうところで考えていって、もうバレンタインデーの逆、まあ、1ヶ月後にお返し作ろうと。でホワイトデーが始まるわけですね。でホワイトデー自体はもうそもそも日本にしかないわけです。でホワイトデー、まあ、1ヶ月後のホワイトデーにですね、チョコの代わりになんかお菓子、クッキーとかマシュマロ買いましょうみたいな話になって、最近だとそれが3倍返ししましょうみたいな、もうなんか価格も決められてくるみたいな感じになってくるわけですね。でそうすると、あ、3倍返しでチョコの3倍返し、まあ、2,000〜3,000円もらったから1万円ぐらいのものを返さないといけないよねみたいな話になってきて、もうそれも全部理由付けであったりとか、あとは価格のそういったまあ、基準値を作っていくわけですね。その基準値を作ることによって大体これぐらいみたいな話で、結婚指輪もそうですね、給料の3ヶ月分みたいなやつを流行らせていくと、じゃあ給料20万もらってたら60万分ぐらいのやつの結婚婚約指輪買わないといけないみたいなとかもそうですし、あとはもうスイート10ダイヤモンドみたいなやつで、結婚10年祝いにいやダイヤモンドを送りましょうってダイヤモンド業界とかですね、そういったところがやっていたりとか、それも全部理由をつけたりとかですね、価格の設定をしていくわけですね。そうすることによって、まあ、皆さんが当然それをやらないといけないというか、購買のその理由付けっていうのをやっていくわけです。でこの購買の理由付けするっていうのはめちゃめちゃ重要で、こういうイベント、この日だからこれ買いましょう、この日だからこれやりましょうっていうのを意識付けすることによってビジネスはうまくいきますし、商品が売れていくということですね。チョコレート以外の会社もですね、そのバレンタインで活用することができて、バレンタインで愛する人に何かプレゼントを贈りましょうということですよねっていうことで、また先ほど言ったような指輪業界も何かできるかもしれませんし、何かですね、そういうブレスレットとか装飾品とか、まあ、アパレルでもできるわけですよね。ですからそういうふうになんか理由をつけることによって、通販会社だったら通販のビジネスを作ることもできるかもしれませんし、まあ、あなたが例えば飲食店をやってるんだったら飲食店でバレンタインのなんかイベントすることもできるわけですよね。ですからそういった理由をつけることによっていろんなことができるというところを意識していただいて、ビジネスを作っていただくと本当にビジネス良くなりますので、ぜひやっていただければなと思います。で特に日本の場合はですね、年間にいろんなイベントがありますよね。ですからそのイベントに、まあ、理由をつけて1ヶ月前ぐらいからですね、まあ、準備をしておいてですね、そのタイミングで仕掛けていくということです。冒頭にも言いましたけど、うちは1月のタイミングでこれを仕掛けるとかですね、4月のタイミングにこれを仕掛けるとか、もう何月のタイミングでこういう仕掛けをするっていうのを決めてやってます。ですから、そういったイベントごとっていうのをうまく活用して、まあ、ビジネスをやっていくとうまくいきますし、あとはバレンタインの戦略から学ぶことは、ターゲットを広めていくことをできないかとか、
そういうことを考えていくということですね。女性全体に買ってもらうとかですね、本命チョコから義理チョコを増やしていってとか、そういうことをやっていくということをやっていく必要があるということですね。ちなみにマレーシアの場合はですね、その年間のイベントというか年中暑いのでどうしてるかっていうと、1年間に4回セールをやらないといけないというルールになってるんですね。ですからそのなんとかセールっていうのを年間で4回やらないといけないというルールになってて、そういうイベントをしっかりと作るようにやってますし、いろんなイベントが常に行われるようになっているというところです。ですからビジネスやっていく上でですね、ずっと特に理由がなければやっぱ購入する理由がないので、ぜひ購入をする理由っていうのをつけてビジネスでですね、物を買ってもらう、まあ、そういうところをやってみていただければなと思います。それでは今回はですね、バレンタインの話からマーケティングの話ということでお話をさせていただきました。今日チョコがもらえるもらえないは関係ないかもしれませんが、ぜひですね、そういったところでビジネスでこういった考え方ぜひ考えていただいてビジネスを作っていただければなと思います。次回もですね、こういった話チャンネルの中で話をしていきたいなと思いますので、ぜひ、マーケティングとかですね、ビジネスのことを学びたいと思ったら見逃さないようにですね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。あと僕自身は本職ウェブコンサルとかマーケティングです。ビジネスでインターネットをどう活用するかっていうのをやっているんですが、それプレゼントさせていただいてます。インターネットでビジネス活用する方法をプレゼントしていますんで、ぜひですね、こういったマーケティング思考でビジネスにどうやってインターネットを活用するかっていうのを学んでいただければなと思います。それ無料でプレゼントしてますんで、概要欄から手に入れてみていただければなと思います。それではですね、あとは高評価やったりとかコメントいただければなと思ってます。ではありがとうございました。ぜひですね、この内容いいなと思ったらですね、コメント書いていただいたりとか、いいねの評価をしていただければなと思います。さらなる情報に関しては、LINE であったりとか、そういったところでも、提供させていただいてますので、ぜひですね、LINE 登録していただければなと思っております。